花尾吉郎の音楽魂。ああ、イエイ、イエイ、絶好調。皆様こんにちは、金尾吉郎でございます。週刊ご無沙汰いたしました金尾吉郎の音楽魂、はい、今日は、金尾商店のね、で渡辺武史君が来てくれました、はい、まずは松下俊美でございます、はい、イエーイ、久しぶり渡辺武史、はい、どうもこんにちは、どうもこんにちは、今日はライブらしいね、いやライブです、どこ、どこ、元八幡、元八幡、千葉の、はい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 、それで、あの、辻君と辻と二人の、国坂ブルースバンドね、国坂ブルースバンド、ブルースバンド、Cブルースバンド、そうそうそう、あの、海外ではあんまり名前言わない、出場禁止、出場禁止、これは誰と出るの？あの、王道坊主の中村義人くん、義人くん、あ、そうか、もう一組と三組で、あ、よろしく言っとって、ね、あの、博多の仲間だもんね、あの、そう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 、ここにもね、来てそう来て、ね、来てくれたことあるね、はい、それでね、今日ね、ちょっとあの通りすがりのね方をちょっとご紹介しましょう、なんと吉田よしこさん、通りすがり、顔見に来ただけだったの、本当に通りすがり、いやいやあの武蔵小杉からね乗り継いで羽田に行く途中なの、うんうん、そうなんですよね、本当にそれを引きずり込んだね、最初にね、今日こういう音楽魂ですけども、うん、嬉しいな、今日お会いできることはね思ってなくて、そうそうそう、あ、本当嬉しい、なんかあの僕もちょっといろいろあってね、あの、でもまあ、なんとかね笑って歌ってね、いや私やっぱ今日ね会いに来てよかったわ、うん、いやなんかね勇気もらう、希望金沢さんから俺からもらわない、あ、ダメ、あ、希望をもらいます、あ、本当ですか、ありがとうございます、あっちが痛いこっちどうとかね、みんなでもみんなそういうのですね、あるよね、ね、抱えながらやっててね、うん、もうやるしかないじゃんね、そうそう、僕はあのシンガーウィズキャンサーですから金尾よしろで行きますから、すごいね、うん、インフンでるわけだね、全然そうです、あのね、でもやっぱりいろいろあるけど、やっぱりこうやって歌ったり笑ったりすることはね、うん、あの健康の証拠なんですね、本当ね、うん、あのやっぱなんだかんだあってもね、あのそう諦めずにね、免疫力を高める、そう高めて、それしかない、行きたいなと思ってますけど ね、うん、ね、吉田よしこさん、じゃあ時間あんまないけど、今日なんか高知行くんです、高知どこですか、高知ね、今日はね今日前乗りでね、あ、そかそか、今日は明日がライブ、明日ね、カクテルバーシャトーっていうね、初めてのカクテルバーになりましたか、そうよ、どこでもやるどこでもやるのややれるところがあれば、あ、本当に、うん、あ、僕もそうですよ ね、うん、ね、それはもう吉子さん素晴らしいね、うん、そうよ、お元気だよ ね、 本当ね、いやもう吉子さんとはもう、ね、付き合い長いから、あ、そうですよね、うん、何の関係もないよね、あんまり、ね、いや、やっぱり本当20年ぐらいになるんだ ね、 そうですそうです、だから、うん、あのいろんな、ね、吉子さんは知ってますよね、うん、あの変な意味じゃなくて、ね、いろんな吉子さん、そうそうそう、でもね、いろんなね、すごいなんていうかな、あの今、うん、あのタフでね、でも今入ってきた時の姿ってその20年前と変わってないでしょ、うん、ダルシマとギターを持って、前はあのハードケースの、ね、マーチンでしたけどね、ハードケースは重いでしょうね、名古屋で会いましたよ ね、 ね、まあね、こうやってね、吉田よしこさんもお見えになって、ちょっと今日一曲歌っていってくださいよ、早速生歌歌わせようと思って、いかがでしょうか、皆様、嬉しい嬉しい、ちょっと息がね、まだね、あの整ってないまま歌いますよ、はい、すいません、あの、はいはい、あの、そうそう、新しいね、あのアルバムがね、はい、できたん、そうですか、で来週ぐらいにね、多分家にね段ボールで届くと思うんですけどね、あの10枚目なの、ああ再び始めてからね、2003年から、うんうん、だから20年間で10枚ね、すごい ね、 ね、だからその中のアルバムの一番最後に入ってる曲をじゃあ歌います、なるほど、うん、卵焼きという歌です、卵焼き、私には
ことなど何一つないように思える日は、おいしくおいしくなるように心を込めて卵焼きを作ろう。おいしいって言って目の前の人が喜んでくれるような卵焼きを作ろう。
初めてこの今入ってきて合わせた感じ ね, ね, ね吉田よし子さん卵焼きでしたけども素晴らしい歌だね。ありがとうございます。たくし、ね、もだんだん慣れてきたな。おかげさまでうちの番組汗パーって出てきた。いやでもなんか気持ちがね、なんか通じるっていうかね、嬉しかったです。最高でした。これがねやっぱりライブですよね。生放送ってこういうのが好きで、このアルバムがいつ発売になりますか？7月3日発売日なんです。あ、なるほどね。でももうね、手売りで来週終わりぐらいからもう着いたらどんどん。アルバムタイトルは何になりますか？良い知らせ。世に知らせ、良い知らせ、悪い知らせばっかり。そうですよね。ねえ、良いニュースもね、なかなか少なくなってきましたよね。なんかね、本当にそうだね、素晴らしい歌よね。いや、でもやっぱ奥が深いね、相変わらず。いや本当、会いに来れてよかった。嬉しい、嬉しい。なんか元気にね、元気にちょっと出かけていけるなと思いましたよ。もうそろそろね、吉田よし子さんも行かなきゃいけない時間なんで、すごい嬉しい。ありがとうございます。本日のゲスト吉田よし子さんでした。これでまた何かして続けてください。ありがとうございます。四国はどこでしたっけ？もう一回、高知ね。高知の私のホームページ見て、高知とそれからね、明日が高知で日曜日が高松、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 はい、オリブホール、はい、ぜひね、吉田よし子さんのホームページを見てお出かけいただきたいと思います。続きを聞いてください。またね、また会いに来るね。ぜひぜひ、近いうちまた連絡しますよ。出てよ電話。ごめんね、そういうの全然だ。カラオケっつったら大体切るんだからね。いってらっしゃいませ。ということでね、お気をつけて吉田よし子さん、ね、頑張っていただきたいと思います。全部持っていく。あ、そこちょっと誰か手伝って、じゃあね、いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございました。はいはい、ということでね、こんな素敵でしたね。やっぱり素敵ね。たけしさんとのコラボがすごく良かったよ。ジーンときた。いやもうなんか焦ってたよ。焦ってます。これが気持ちが。いや初めてここ来た時も加納さんの曲やらされて。そうだよね。その時も焦ってしまう。でもね、良かったよ。すごく良かったね。いい感じでね、できましたけど。やっぱね、今の歌をね、やっぱ書くことが違うなと思って。フォークシンガーは。今日大ちゃん来て。っていうんで、なんか、ご無沙汰で、ご無沙汰、あれ、ボニオサイドからやろうか、楽に、楽に、楽な歌はございませんよ。もう楽、もう俺いろいろあってさ、もう楽、こう苦労する方向に向いてたような気がして、やっぱり楽に行くっていう方がいいんだね。そらそうね、キー A なんですけど、タブある。いきなり振るからね、これ。よし子さん、お気をつけてね、行きました、今ね、良かったね。結構な荷物、荷物が大変なんですよ。楽器を2つ持ってる。じゃあ、娘の歌を歌いましょう。オンニューサイド。
ってもそれでもいいのさ。あなたが選んだその道歩けばはい、カラオケのオンリーサイドをお届けいたしました。ありがとうございます。気持ちいい。いや気持ちいいな、大ちゃん。なんかこうハモニカが入るとまたね、ねすごくいいですね、うん、大ちゃん上手くなったね。上手くなったね。お元気？お疲れ様で。あね、よかった。お花をいただきましたの。お、どちら、どちら、どちら、あのファンの方からね。ありがとうございます。お花なんかね、お花を添えて。あ、退院祝い。退院祝いね。はい。またこれからね、頑張ってくださいね。そうそうそう。またね、いろいろある。いろいろあったんよ。いろいろあったんよ。いろいろあった。いろいろありすぎてあんまり。まあでも年取ってくればさ、いろいろ誰でもあるけどね。うんうんうん。なんかいろんなものを背負って、いろんな人がいろんな目に遭ってる人が今ねメッセージいただいてますけど、メッセージ、あ、じゃあ、あのお便りいきましょうか。あの話のついでに、はい、どちら様ですか。ついでというかこれはですね、はい、皆様よくご存知の、うん、チャーリー佐藤さんですよ。チャーリー佐藤さん、ありがとうございます。はい、いつも、今日はですね、カナオヨシロの音楽魂音中佐藤です。はい、カナオ商店の皆さんこんにちは。こんにちは、はい、こんにちは。コロナ療養中のため横になって聞かせていただきます。コロナ、コロナ今で咳込みをすると、うん、肺よりも肋骨が悲鳴を上げる状況であります。あ、肋骨漏れてんだ。そう、この前事故ってるからね、ひび、ね、が入ってますよ。で、健康のありがたみを見逃していた自分を情けなく思います。うん、ね、そう、病気になってみないとわからない。初めて ねやっぱりそう思っちゃうよね。そう、僕もそう作ると思いましたね。で、今ねクリニックから帰ってきました。はい、金沢さんも私も最強最悪の令和5年となりました。そうですね、なんかね、うん、役落としにしてくださいね。来年も良くするために今年後半を慎重に過ごしたいと考えております。はい、まずは生かされたことに感謝して過ごしています。はい、では、そうですね、ちなみに5類に変更となったため、うん、NPO などからの食料支援はないとのこと。どうせなら1ヶ月早くなっとけばよかったと密かに思っているバカ野郎です。そう、ね、そうか、ねえ、コロナでもね、時期によってやっぱり違うから、まあ、待遇がそうだ ね。それなんかちょっと変な変ですけど、まあそういうことになっちゃう、ね、感じなんだけどもね。うん、まあお互いね、同じ日に検査室に入ってたんだよね。向こうは交通事故 で、こっちは検査で検査、ね、仲がよろしいことですよね。そう、うん、あの通じ合ってるっていうことよね。そうそう、でもまあ最強でしょう。2人とも悪運が強いから大丈夫だと思う、ね、そうだから、普通だとその辛いことかもしれない。俺もその一応がん、がんだってね、その取ったのがちょっとその要するに輸血から入ったのね。あの血が漏れてて、でその小腸と大腸から漏れてるっていうのは分かって、まあ、肺だと思ってたんだけども、それよりもそこを先にやんないともう死んでしまうっていう感じになっちゃって、外科手術からしたんですよ。うん、で今時ざっくり俺に30センチぐらい来たから、腹を縦に縦に縦に、うん、縦に、いやだからそれを取らないと
持たないからって、うん、そこが先決だっていうね、その外科の先生の素晴らしい判断で、うん、助かったんですよね。まあ、それをね見つけてくれたその先生がいらしてね、そう前の段階で、そうそう、ね、でみんな肺しか見てなかったんだけども、うん、いやここにあるじゃないかっていう、そうでこっから来てるじゃないかっていうねことをね、言い当てたね、そう成瀬先生ってね、そうそう、それでおかげさまでの人になって、うん、それでその後にまあ、じっくり肺とかをねこれから治療、うん、そう治療しようかなとか思って、うん、でもやっぱりさっきも言ったけども、その笑ったり人と会ったりとか歌ったりっていうのがね、うん、やっぱ昔老人介護施設で歌ってた時とかに思っつくとか思ったんだけども、お年寄りの方とかもそういうのすごく元気になるじゃない、うん、そういうのもあるし、やっぱり人間ってその楽しいこととかそういうことに目を向けるとやっぱりいいその細胞がそこでこう生まれてくるんだけども、うん、俺カリカリするからカリカリする性格をまず変えて、穏やかにいつも笑ってって行きたいところなんだけどねそのカリカリするカリッとしたらもうガンガンポッとこういやそうか、やんちゃなね、そう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 、それがダメ、ね、だからそれがね、やんちゃな時は若い時はいいんじゃないの、でもそれはね、うん、まあね、うん、でももうそろそろ普通さ丸くなるよね丸でも70近いのにさ全然トゲトゲしいからね俺そこら辺がよくないんだ、それ加納さんだけじゃないから大丈夫、周り結構知ってますけど、うん、いますよ、ま、あ結構たけしの周りいる、まあ、ロックノーラーはね、ロックノーラーはもう丸役だったロックノーラーの構えあれだよ、俺は丸ですけどたけしはもともと穏やかだよね、うん、穏やかだ、あんまりそういう風にはなんないと思うよ、うん、ガンとかにはね、猫ダサいんだけど本当にね、うん、猫も出るし、え猫ちゃんもいるし、そうそう、猫と戯れながら、ね、幸せだな、ね、お前もな、癒されるよね、いやでもね、うん、いや猫飼ってよかったなと思ってね、うんうん、やっぱり癒しとかそういう癒しとかやっぱね、うん、気持ちが別のとこ行くから、そうだよ ね、うん、そうだね、切り替えられるもんね、そうそう、イライラして帰ってきても、うん、そうそうそう、猫ちゃんと女と別れてもさ、ね、女とのイライラがあっても猫を抱きしめて、抱きしめてれば猫にゃん、猫は何も言わない、たまに嫌がられてるけどね猫可愛いでしょ、カノさんも猫飼ってた、いや猫飼ってた、一軒家に住んでる時はね、横浜の頃は一軒家だったから、うん、大きな桜の木とかあったのよ庭に、うん、だから庭で遊ばせたりしてたんだけど、うん、その猫って日当たりのいいとことか、うん、一番居心地のいい場所行くじゃない、そうそう、で絶対俺バンダイとか置いてあるんだけど、うん、その日が当たるとこ、うん、で猫もそこで遊ぶようにして、うん、木に登ったりとか遊んでて、うん、一番いい日向にいるじゃん、うん、それをパッとどけて、で自分が日焼けするわけ、そこじゃパッと振り向いてさ下打ちしていくから猫が、うん、俺の場所取りやがって、そういう風に見えるの、見えるんだよ、本当に面白いね、うんうん、猫ってね本当に正直、あ本当、うん、面白いね、犬も好きだけど犬よりもね結構ね味はあるよね、味がある、ね、味がある確かにね、味がある、もう一つ行きますか、はい、行きましょう、これ、ちとも高橋さん、アトランタから、はい、今日はね、カノー商店でね、はい、お送りしております、プラス鈴木さん、オンチュネットの天気予報によると曇りの武蔵小杉、うん、皆様無事集合されましたか、はい、特にカナオさんは音楽魂のオープニングの青が叫べてもリスナー側は無駄に心配をしていますと、いやね青がね、うん、俺復帰して2週間3週間目じゃない、うん、2週間ともさもう声がかすれちゃって決まんなかったのよ、うん、青がだんだん決まるようになってきた今日出てきた、うん、今日割と決まったよ ね、 ね、そう先週っていうか前回はまだ笑っても傷口が痛いとか言ったから、あそうか力がまだ痛かったのよ傷口がね、それそうだよね、今日はないそれそうだよ、来たばっかり痛たたって感じだったね、笑えば、ね、まあ、今日は大丈夫ですよね、そうそう、もうだいぶ大丈夫、大丈夫ね、全然それでもう、うん、ほらはっきりしたから、うん、自分の、うん、まあ、ね、うん、がんの種類とかもそうだけど、うん、そういうのがはっきりしたから自分もさ気持ち的に逆に楽になったね、うん、それでそのなんていうかな、こうはっきりするじゃない、うん、だからそういう生き方とかもね、その今後どうしていくかとかで、まあ、ライブのスケジュールも、うん、そんな、うん、まあ、自分のペースで、それでそのやっぱりライブやりながらラジオやりながらこうやってその治療していきたいっていう意向も聞いてくださって、うん、でまあちょっと協力し合っていこうっていうね、うん、ことでね、
言ってくださったんでね、すごくあれですよね、まあ大変なことなんだけど、そのいやそうでしょ、みんなステージを聞きたがるのよ、ステージで、ステージで俺43年やってるからステージ43はな、ないなとか思っていや金さん4までなんですけどそっちのステージ、ステージ43ってないかなとか言っていきますよ、はいはい、続きを行きましょうか、金尾さんの手術は 全身麻痺だったと思いますが、はい、どの地点からの記憶がなくなりましたか。ね、最初背中から麻酔打ったりなんかして、あ背中から、それとあと吸い込むんだけど、でしばらくしてあの亡くなったんだけど、その結構時間、うん、あかかるの時間が、って時間かかったのよ、手術がね、うん、ちょっとその5時間とかかかっちゃったので、ね、5、6時間かかったので、もう麻酔が後半切れるわけ。もうその痛みにね、いやいや、塗ってるところじゃない？そうそう。あ、塗ってんだけど。だからそのあのその時はね、ちょっと痛くて、誰は友達？なんか誰呼んで？友達。うん。どこ入ればいい？あれはマークさんで違うから。股関節のね、このつとむさんもさ、うん、股関節の置き換え手術をしたことがあったんだって。ああつとむさんもそうだね、空手、あの空手の師範、アトランタの ね手術室に入った時はまだ起きていて、手術台の上のあのライトを見て、うわ手術だと震え上がりました。カナオさんはどうだったのでしょう、もしよろしければ教えてください。あのね、うん、後半だから痛くて、そのもう最初はもう聞いてるから、うん、わけわかんないんだけど、後半はね、なんかちょっともうとにかく痛いっていうあれしかなくて、冷めてきたから、そうそうそう、そうだから娘とかも来てくれてたんだけど、うん、松下君も、まあ、ラジオ終わってね、うん、だからもうこうみんなと話すあれがないのよ、痛くてそりゃそうだよね、でまだ生きてるぞみたいなこと言いながら運ばれていったもんね。そうそう、びっくりしたよね、うん、普通だって手術終わって寝たまんまで出てくるんでしょ、起きてんだこうやりながら、いやいや、ね、寝てたけどさ、うんうん、もちろん、うん、ねえ、そうそう、でリクエスト来ちゃった。何、あまり声を張らない曲をお願いします心配してもらって、スティルアイラビューのバラードバージョンをはキーを下げるので安全かと押す、まあいろいろ心配していただいて、みんなね本当にね、でももう歌を歌うのは平気かなていうかね、うん、リハビリしなきゃいけないのよ。そうだよね、ライブがあるんだな、7月8日、うん、皆さんご心配ありがたいんだけど、うんうん、もうラジオでリハビリって申し訳ないですいや申し訳ないんですけども、これはね声張ったりね、その支え合いたりするっていうことは求められるから、まあね、僕もね、僕の場合は、まあうん、ありますから、うん、いわゆるロックンロールでなーってね、騒ぐだけのあれじゃないだからね。そうだ、誰に向かって言ってるわけじゃない。いやいやいや、若干張らないでって。うん、まあでもちょっと、まあ、リハビリさせてもらおうわ。どうしようか。チコブルース行こうよ、チコブルース。え、行っちゃう？うん、チコブルース。シャープマリナ。うん、シャープマリナ難しいそれ。それ、合わないのかな。結構、うん、2本ないとできないかもしれない。行ってみようか。朝のない夜はない、叶わない夢はない、いつもそう信じて生きてきた。絶望のどん底からいつか日が差し込むさ、いつもそう信じて生きてきた。人たちも手を握る日
角度さいつもそう信じてここまで来た悲しみの後に来る喜びを手に入れるいつもそう信じてここまで来た立ち上がることはないかもしれません。まあ徐々にリハビリですから。リハビリですからね。これもリハビリも大丈夫じゃない。7月8日にやるのよね。7月8日久々にねライブをやります。うん、まあライブもねマイペースで少しずつですけどもね、うん、やって。まあ、月1本ぐらいかな。うん、まあ2本ぐらいかな。うんまあんま考えない。四本ぐらいかな。週一でやりますか。7月8日、土曜日、はいはい、南林間ハイダウェイ久しぶりにね、カラーバンドでね、うん南林間ハイダウェイやらせていただきます。アットホームな雰囲気でね、うん、とても素晴らしい小屋ですよね、うん、それでぜひねもしよかったらお越しくださいということでなかなかライブも本当に中止になったりね、うん、そうなんですね、しましてね、うん、もういろいろなライブハウスの方含めてねご迷惑かけましたけども、まあ、徐々にねそれは追ってねこう、うん、延期になったとか中止になったところから、うん、そうですねやりますので ね、 ぜひねよろしくお会いしたいと思います。元気な姿をね一日も早くね皆さんにお見せしたいなと思いますけども、まあ、今からでしょ今からよ、うんね、今からでしょって今からって言われたもんあ先生、うん、ね、この間誰かから70過ぎて認められるしあでね、うん、まあその画家とかもそうだしそういう人たちはもう70過ぎないとやっぱりダメみたいダメだ、うん、認められないそう誰でしたっけね誰かマシケンじゃないのあマチケンさんだマチケンさんが、うんまあ、絵とかそういう絵描くからね描いたり、うん、作家でもあるしね、うん、デザイナーデザイナーでしょ。そう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 。まあいろいろそういうこともありますけども、やっぱりもうこれで終わりっちゅうことないんでね、うん、まだまだその日々ね、はい、頑張っていかなきゃいけないと思います。お便り、ファックスありますか。ファックスありました。はい、はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。これは博多のミキさんです。はい。昨日から一転して晴れて暑い。うん、あ晴れてるんだ。晴れて暑い博多です。あ博多そうなの。そちらは大変そうですが川崎はどうでしょうか。
雨が降るよね。そんなにでも土砂降りっていうわけじゃないよね。先週のゲストのマチケンさん、相変わらずの声でしたね、うん、生歌が少なかったのは少し残念でしたけど、あ、ちょっとそうだね、うん、ただはっきり言ってそのマチケンのアルバムっていうかね、うん、CD もちゃんと紹介したことがなかったので、うん、それもすごい興味深かった。その3枚持ってきてもらってね、うん、うん、あと素晴らしい ね北海道移住するっていうので、そういうお話をね、うん、北海道移住しちゃうんで今月だよね、うん、それでなので、まあ しばらく会えないかなっていうので、うん、そういうお話がね、うん、中心になりました。そして今週はいつもの可能商店の皆さんですね、リラックスした良い空気が今週も流れてそうで楽しみです、うん、てか可能さん土源ですか、体調は、うん、絶好調や。本当無理したら無理したらさあらんですばい。まああのね、うん、シャシ走り続けた人生ね、たまにはゆたっと歩いてみるのも良いと思います。いや、外科の先生に昨日さ、初めて、ちょっと初めてっていうか、うん、最初に外来でね、外科の先生のとこ行って。で俺言ってもおかげさまで命をいただきましたって言ったら、うん、調子どうですかって絶好調って言ったら、うん、絶好調って帰ってたもん。打つんでしょ。あ、打つ。今パソコンで絶好調って書いて、絶好調って打つ。絶好調って先生が打つんだ、うん、というわけでリクエストはウォーキングオンザストリートですが、いつも通り何でも OK です。たけしさん、5月はお世話になりました。あ、いえいえ、あの最高の雰囲気のおかげでエンジンがかかってしまい、うん、あの日は結局ビール7杯ソーダ割り12杯も飲んだ。なんだそれ、飲みすぎでしょ。翌朝は多少後悔する体調になりました。いや俺あんまり一瞬飲んだっていうかさ、うん、あんまり飲まないのかと思ってた。いつもね、ほら運転するからね、うん、あ、そうか、飲める人なんだ、うん、飲むね。あ、そうなんだね。うわ、それは飲みすぎでしょ。飲みすぎでしょ。でいただいた T シャツ、ちょうど昨日着てて、そのおかげで、うん、おかげか、うん、ボウリングでも250点出せました。すごい、ね、パーフェクト出したもんね。あ、それだ、れ、私がね間違ってね、こうやってそれ違うって言って、崖っぷち、崖っぷち T シャツ作ってもらったの。作ってもらって、かっこいいね、うん、売りますよ。売るんだ。ロックンロールアディクション、アディクション、こうやってやってる。そうね、うん、いいじゃない。いいでしょ。なかなかいいね、お仲間がいて、ね、ありがたいことに、ありがたいことに、ね、送ってくれたの、センスいいね、ね、センスいいよね、ね、どっかの地方の方、大阪の、大阪のね、あ、そう、いつも応援してくれるファンの人ね、方が。すごいかっこいいよ、うん、いいじゃん。俺たちも作るかなと思ってんだけど、うん、作ってほしいね。うん、動きてほしいね。俺たち自分で作る。カナオ商店で、カナオ商店 で、やっぱ作んないといけないのよ、ね、復活だからね。不死鳥にする。だからね、物販もないしね。物販もない、袋も売り切れちゃった。売り切れちゃったもんね。そうそう、あ、売り切れちゃった。今から作るけど ね、うん、CD もないしね。 CD も売り切れちゃった、ね、売り切れたし、もう早く作んないとダメでしょ。そうそうそう、ね、うん、もう最後のかな。もうさ、すぐそういうことラストソングフォーユーとか言うんだ。やめてよ、やめて。まあ、まあ、CD はね、早く作りましょうっていう人がね、そうそうそう、いるうちにやってくださいよ。でもね、その計画が立てられるかも ね今回のことで、うん、だから自分もちょっとやっぱり考え直さなきゃいけないような、うん、自分自身のことを、うん、もうちょっとやっぱ、あのね、病気を持ってるから余計そう思うけど、私なんかもう60、うん、あ、いや、後期高齢者になったら考えるでしょ、人生もう後半だから、うん、あと何年人様の前に出られるかとかね、考えちゃう。あ、ね、その病気とかは関係なくね。俺は病気したことなかったから。そうだから余計こう考えちゃう。体にメス入れたことなんか今回初めてだから。そうよね、うん、普通はもう傷もになっちゃった。俺傷もどうしてくれるって、うん、本当本当。だからまあ年齢的に、年齢ですからこれは。まあね、うん、2つぐらいに分かるでしょ、病気って。大体がんになるか脳梗塞とか、うん、脳卒中系とか、こう二手に年齢がいくとね、うん、心臓とか、うん、そういうのが現れるでしょ。私が脳梗塞派だから、どっちかというと両親がそうだった。でもお母さん長生きします。まだ100歳だよ、ねね、100歳よ。まだ100ってすごいよね。まだって金さん、これからよ。すごいな。だってすごいよね、86で脳梗塞になって、うん、リハビリして歩けるようになって、うん、
で90で骨折して手術して全身麻酔で、うん、これでまたリハビリして立てるようになって、うん、でも100歳だから、ね、だから何度でも頑張れるよ、ね、頑張れる、うんうん、はあ、あなたも長生きだと思う。いや私はもうその見てるからもうね、うんうん、まあでも怖くはない、大丈夫、歌えるしね、うん、歌えなくなったかはするけど、歌えなくなるとね、そうだからね、ちょっとひょっとしたらそのリンパのあれもあったんで、熱が出てるからリンパ腫れる、歌えないかなとも、なくなるんじゃないかなとちらっと思ってたんだけど、うん、まあでも大丈夫だね、うん、まあ全然大丈夫、地方を歌えれば大丈夫そうだよね、いきなりね、いきなりそれやるんだもん、だってびっくりだよ、えいきなり、うん、今日から3回ぐらい歌ってない、地方歌ってるそうなんだかんだ、うん、いやあのね、うん、キーを下げれば本当は楽だし、まあね、聴きやすいかもしれないと思う、うん、あのセララビューとかも C でやってる、今夜だけのパートナー、傷ついているのは君だけじゃない、虚しさだけを感じているのは俺だけじゃない、この街のどこかで愛だけで Say away 生きていけたなら笑い合っていつも暮らせたなら、感じているの
ないはずさ。この街のどこかで愛だけで Fade away。ということでね、つかむ高橋さんのいいね、このキー下げたのいいんじゃない、うん、なんかコーラスも楽楽しちゃダメだよ、ね、いや響きがロックドラは楽しちゃダメだろ、いやいやもう楽になりたい感じだってもう顔じゃ楽だもん ねこれ何百回でも歌えるよこれ、ね、これいい感じ、何にもきつくないよね、だってもう革ジャンよりねダウンの方がいいんじゃないそれ言っちゃいけない、革ジャンはお前革ジャン重くて寒くて重くてって言ってダメだろ、重くて寒いんだよね、寒いの冬はね、たけし今日のライブもう一回言っとこうか、うんうん、元八幡、ルート14っていうお店、ルート14、ルート14行ったことある、ありますか、うんうん、元八幡、元八幡の、うん、なんか割と古いお店みたいです、古い古い、出演は、中村義人さんと、はい、コックサッカーブルースバンドともう一組、はい、あもう一組だちょっと覚えてなかった中村義人さんはね、カナオさんと、そうそうそう、もともと自由学園っていうね、うんうん、不登校の高校たち、高校生、のその学校があって、そこで講師をやってた時に一緒だったの、一緒だ、だから中村義人君もそうだし、モロケンもそうだよね、そこの藤木とかもね、モロケン様だって学長になっちゃったんでしょ、そうそう、まあ違うところで初めて、そうそう、モロケン、ね、大変今頑張ってます、頑張ってますよね、またねここにも呼びたいと思います、うん、義人君よろしくね、言っといて、博多、まあもともと長崎、長崎のね、あ長崎なの、うん、博多では俺会ったことあんまりないのよ、ね、ああそこそこ、でも人気こっちでやってる、オードボーズって結構ね、うんうん、ロックンロールの中で人気あるよね、うんうん、映画頑張ってやってるね、クローズゼロとかやってたの昔ね、挿入歌とかね、あ本当、うん、そうなんだ、うん、あ知らなかった、知らなかった結構売れっ子の、うん、そうそうそうロックンロール、うん、頑張ってください、ということでね、あっという間の1時間、今日はね、そうなんかね、さっき北海道の方からもメール来ましたね、じゃあご紹介しましょう、メールっていうかさ、うん、歌を聴いてて、うん、最高って来ました、最高、本当どちら様、名前言って、うん、あきらさん、あ本当下の名前、あきらさん、はい、ありがとうございます、まあね、高知の、岡崎はもう十分 OK、うん、OK できました、 OK 来ましたよ、本当ね、みんな聞いてもらってるのね、一応 ね、いろいろこっちには来なくてもね、そう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 、だからありがたいよ ね、だからこれが一つの生きがいになってる、そう青森行った時に、うん、あ YouTube 見てますかなさんのとか言ってましたよ、あ本当、知らないご夫婦から声かけられて、うん、だから今からだから俺は、ね、今からだからYouTuber になる、 YouTuber、ということでですねYouTuber にはなる、まあ、なる YouTuber 大変だからね、ちょっと今日はぴったりの曲で、ご紹介します、最後にね、これはマッキーからもうちょっと入ってたんだけども、マッキー、ここにも来た、はい、ほら川上まさきさん、あ本当、うん、マキさん、うん、まさきさんか、はい、ロックンロール、ロックボーカリストね、はい、の、まあ、リクエストっていうか、うん、Never Give Up You、
つもそばにいる。手に入れたものは何？残された人は誰？ということで、あっという間の1時間でした。本日のゲスト、金尾商店をお届けしました。お相手は、番頭たけしです。はい、売り子松下です。今日はあの大ちゃんもハープで、ありがとうございました。ウスデッドさんも ね頑張っていただきたいと思います。はい、お相手は金尾芳郎でした。また来週お会いいたしましょう。はい、来週のゲストは堀ちゃん。堀ちゃん。堀ちゃん。はい、お楽しみください。See you next time!あの人は今は